ドジャース、大谷翔平投手が初のポストシーズンで新たな一面を見せている。9日、日本時間10日、のパドレスとの地区シリーズ第4戦では珍しく怒りの様子も。レギュラーシーズン中に見せなかった、劇場を、この短期決戦で見せている。写真、ダブルコート大谷仲良し、美人レポーターが大胆ビキニ姿を公開。美しい、ゴージャスだ。3勝1000勝のヒリヒリする地区シリーズ。とにかく気持ちを前面に出す大谷が目立っている。9日、同10日、の第4戦で2回に右前敵地打を放った際には雄たけびを上げながら一塁へ。ベース上での、お礼、との叫びは、バックネット後方の5階席に位置する記者席にも響くほどだった。短期決戦モードを象徴するのが4回の本塁奮死跡だった。テオスカー・ヘルナンデスの三塁線への打球で2塁から本塁突入したが、打球が三塁塁審の腕に当たるハプニング。本塁でタッチアウトとなり、ベンチに戻った後には声を張り上げて激怒した。ストレングス&コンディショニング担当でありながら、ムードメーカーでもあるトラビス・スミスコーチは、大谷の劇場が与えるチームへの好影響を口にした。翔平が感情を出すことはチームの助けになっている。あまり感情を出す選手じゃないから、グッドなことだと思うよ。どれぐらい影響を与えているかわからない。正直、プレーで与える影響の方が大きいから。ポストシーズンはメジャー7年目で初出場。だが、緊張している様子などは微塵も感じさせない。負ければ終戦の大一番は11日、同12日、も続く。この日の会見で、大谷は相手にリスペクトを持ちつつ、チームを鼓舞するような感情はいいんじゃないかと、話した。運命の第5戦を翌日に控えた10日、同11日、大谷はグラウンドでの練習には出てこなかった。室内で調整したとみられる。ドジャースのクラブハウス内の電光掲示板には伝説の名プレイヤー、ココー・ビー・ブライアントの名セリフが映し出されていた。ジョブズ・ノット・フィニッシュド・コーベ・ブライアント。仕事はまだ終わっていない。大谷が本能むき出しで勝ち切る姿を見てみたい。